もうちょっと今の日本のとりわけ東京、そして東京の近郊の医療の逼迫の状況から見て、これはちょっと不可能に近いですね。やっぱりワクチンの接種の事実として進まない中で、日本初の変異株の危険もあり、そしてまた全世界から入ってこられる方々によって全世界の変異株を持ち込まれる、そういうことによってやっぱり日本の中での変異株による感染拡大、そういう危険があるということから、やっぱりこの時点での安全なオリンピック開催は到底ありえないと考えます。